他の人のお客さんとか好きなんだろうと言ってもない。これはあるよ。爆弾とかはありますか。めっちゃゲスだ。めっちゃゲス。業界最大手グループダンディより新宿歌舞伎町で今一番勢いに乗っているホストクラブキャンディーズフィルム。前回そんなキャンディーズフィルムに在籍しているヒイラギガイ改めガーニャに呼ばれ向かったのは天休日のキャンディーズフィルム。ここでは夜な夜なガーニャが迷える子羊たちを招待し何やら怪しい密会をしているようです。休み系のところですか。裏側のとこかな。手で選んでいるっていうかやろうって思った気持ちではないですか。占いです。で、まあ、じゃあせいやさんは関係ないって言うんですか。それではガーニャの部屋スタートです。 HostTV.com。 ホストやってるさ、その他の人のお客さんとか好きなのか。したくない。ないんだ。俺はあるよ。ガーニャあるの？その自分指名じゃないじゃん。どこに惹かれるのかな？その性格なのか顔なのか。顔だね。顔か。じゃあこれからもちょっと危ういとか。危うい。気をつけて。気をつけて。爆弾とかは爆弾もないですね。ぶっちゃけっすよ。ぶっちゃけありますか。ぶっちゃけっすか。ぶっちゃけあるっすよ。ここは大丈夫ですか。ガーニャ怖いね。大丈夫。ガーニャの方が暴露してる。本当かね。わからんからな。ゲームってさ、まあ、いい意味でね、みんなは勉強を取ったりするから勉強意識が高いがゆえに、もう僕、まあ、新人を怒られてるのを見てる気がするんだけど、今の自分なら新人とかで生意気やなこいつみたいなやつっていう数えきれないよ、そんな。いや、わざとしたら全員だ。おう、全員だ。でも生意気なやつだったら逆に食いついてくるから自分的には好きになっちゃって。おー、入店当初の上みたいな。あー、そう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 。ゲームが入って間もない時に仲良くなくて、まだ僕が変わった勢いで、じゃあ、リオン君も逃げましょうっつって。俺、リオン君も嫌だったっすよ。ああ、今言われた。嫌いって言ったよ。いや、そうで。全然、そんなんじゃなかった。嫌いって言われた。嫌いだ、覚えてるよ。そう。嫌いって言ったっす。でも、それによって、マジで俺の中で、それでめちゃくちゃ仲良くなったなっていうのが感じです。だから、まあ、こういう感じの方がいいと思うけどね。まあ、そう、はっきり言われた方が、みたいな。自分の中で今本当に一番仲いいと思ってるから、そう。自分もです。そうし、そうだい。そうし、そうだい。次行きましょう。好きなやつを聞いてみますか。好きな人ですか。好きな人、まあ、好きなやつです。あの、十分。好きな人を言いたいのは、まあ、後で来ますね。まあ、もちろん僕以外で。僕以外で。それはもちろん、いますよ。はい、それこそ、ガーニャン。でも、それ以外やっぱあったりするのって、後輩の子、トーマとリョウとか、面倒見てあげてる。リムン君が出かけてるなと思うときは、多分酒飲んでんだろうなって。やっぱ酒飲んでるか、サウナ。サウナ、そう。サウナ好きやんね。サウナめっちゃ好き。で、嫌いやんか。俺は嫌いだけど。暑いの嫌いなんだよ、この色がね。なんか、このアドレナリンがこう出るようなことしてる。例えば富士山もだし、夏。自分がもうなんか追い込まれてる状況が好きだから。言います。言ってしまう。逆に、自分さえも追い込んでしまうド S かもしれない。ああ、もう言います。まあ、人にもド S だし。結果ド S なんだ。結果。あ、あれですもんね、バイクか。バイク。うん、だからいい。それもあれだもんね、その。あ、アドレナリンが。もう本当に生きるか死ぬかみたいな。生身の体をね、走るみたいな。ね。そうだ、やっぱりちょっと、アドレナリンが出てきた。そういう理由だったんだし。でもまだ、この間なんか、一回捕まったらしいですけど。勝手すぐ捕まったよ。なんか、通っちゃいけないとこ通っちゃう。あ、そういうことです。俺多分スピードかなと思って、アドレナリン出しちゃう。
出したすぎて出したすぎてスピード上げたんかなと思って削ったと思ってね。食えないで、気づいてんの。やっぱり気づきやすい。気づきやすい。今回はここまで。次回は猫好き必見、リオンさんの家に住まう可愛すぎるマナネコとの日常を大公開。あ、猫とも喧嘩する、はい、喧嘩です。普通になんか困りました。人も女の子なんで決めてて、職業職業